お腹が気になる方はいつどこでも簡単にできるコケコッコ腹筋というのを今回紹介していきます。日常生活の中で簡単に取り入れることができる腹筋になります。今回の動画を最後まで見てもらうことで、日常的にいつどこでも簡単にできる腹筋のやり方、効果的な腹筋を鍛える方法というのが分かってきます。ぜひ最後までご視聴ください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、ズボラな方におすすめです、いつどこでも気がつけばできるコケコッコ腹筋というのを紹介していきます。コケコッコといえば鶏です。鶏と似た動きをしていくんですけども、この腹筋方法がいつどこでもできます。なのでいろんなパターンを紹介していきますので、こういったパターンがあったなって思い出すためにも、今回一緒に5回ずつ真似してやってもらえたらと思います。定期的にお腹に力を入れておくことで、お腹というのはいつも引き締まった状態をキープできます。ですがいつもお腹に力を入れない、例えば1日の中で1回しかお腹に力の入る運動をしてないってなってくると、やはり1日の中でたるんでる時間が多くなります。ですので適度に1日の中でお腹に力を入れる時間を増やすことによって、いつもお腹に力の入った姿勢を保つことができる、腰の反れた姿勢というのが改善されて、お腹の引っ込んだ状態をキープした一日が過ごせる、そういったメリットがあります。で、今回コケコッコ腹筋パターンに応じて紹介します。仕事中、家にいるとき、外にいるとき、いつでもできるパターンが必ず見つかりますので、ぜひ最後まで真似してご視聴ください。では紹介していきます。今回は一日の中で必ずある環境の中での紹介をしていきます。まず毎朝歯ブラシしますよね。歯ブラシをしながらコケコッコ腹筋ができるんです。コケコッコ腹筋の基本的なやり方、足を上げて上体をクックッとクックッと揺らします。この上半身の動きが鶏の動きに似ているということからコケコッコと言われてます。体をクッキュッと動かすことで、お腹がキュッキュッと適度に力が入ってます。腹筋のない方でも触ったら分かると思います、力が入ってるんです。これを効果的にするには、ちょっと足を上げてクッキュッキュッキュッという感じでお腹をクッキュッと力を入れます。まず歯ブラシしているパターン、歯ブラシをしながら片足上げてクッ、クッ、クッと力入れます。これはまず、右、左、5回ずつやっていきましょう。朝、歯ブラシをするときに、必ず思い出すためにも真似してください。いきます。2、3、4、5。OK です。たったあれだけです。もし、歯磨きの時間が長ければ、もっとやってももちろん OK です。そして、トイレ。必ず一日の中でトイレに行くと思います。必ずトイレで座ると思います。座ったら前後どっちでもいいです。もし前にやっちゃうと出にくくなっちゃう人は終わった後でもいいです。トイレをした前後に足を片方浮かせて、クックッ、3、4、5。反対も、1、2、3、4、5。といった感じで上半身を揺らします。斜め下に背中を丸める感じです。各5回ずつ一緒にやっていきましょう。椅子が今ない方は床でもいいです。思い出すために、トイレに入ったら思い出すためにやってください。いきます。1、2、3、4、5、1、2、3、4、5。 OK。 デスクワークの方もできます。ちょっと腹筋がある方は両足上げてコケコッコをしてください。もし足上げるのが辛い方は手を後ろについて両足上げて5回いきます。1、2、3、4、5。 OK です。簡単です。次に寝る前後、朝でもいいです、夜でもいいです。寝ている時にできます。
できれば片足上げた方がお腹が締まります。片足を上げて左右上下にコキコッコしていきます。いきましょう。1、2、3、4、5、1、2、3、4、5。次は横になってテレビを見ながらでもできます。このパターンも片足膝曲げてください。この状態で手はついてても OK です。前かがみになります。左右5回いきましょう。1、2、3、4、5。反対もいきます。いきます。1、2、3、4、5。 OK。 力が入ってないようで、実はお腹触ってください。力がちゃんと入ってます。そして外を歩くとき、人が見てるとちょっと恥ずかしいと思いますけど、足を上げるたびに前かがみになります。足を上げるたび1、2、3、4といった感じです。一緒にやりましょう。5回ずついきます。1、2、3、4、5。 OK。 人がいないときは絶対にやってください。人がいるとちょっと恥ずかしいです。本当に鶏みたいです。ですが毎回お腹に力が入ってます。そして信号待ち、これもできます。片足上げて背中を下ろすだけです。お腹を締めるだけです。一緒に5回左右やっていきましょう。いきます。1、2、3、4、5。 1、2、3、4、5。 OK。 今のでほとんど日常生活で起きているパターンでできるというのが分かったと思います。今の5回ですけども、例えば朝起きて、そして歯ブラシ、トイレ、歩くとき、信号待ち、夜の歯ブラシ、寝る前っていうだけでも7回行ってます。それだけで1日の中で腹筋35回も行っているということになります。もちろん長い時間歩く方はそのたんびにやるだけで100回200回腹筋をしていることになります。これを毎日やっていくことで1ヶ月もすれば何千回も腹筋をしているという効果が得られます。そうなってくると気になるお腹の脂肪、気になる反り腰の姿勢、お腹が出てしまう姿勢、そういったことが改善されて自然とお腹がすっきりしていきます。きつい腹筋は嫌いだ、辛い筋トレ嫌いだ、日常的に何か簡単にできることないのか、そういった方にはコケコッコ腹筋がおすすめだと思います。今日やった種目をしっかり身につけて、日常的にふとあるごとに思い出して、少しずつでいいからやってもらえたらと思います。そういったことがもっときつく、もっと回数増やそう、もっときついことを選んでいこうといった意欲に変わってきますから、スタートはここからで OK です。楽しんでいきましょう。よかったらグッドボタン、コメントよろしくお願いいたします。今回はズボラな方におすすめなコケコッコ腹筋の紹介でした。説明欄に各種 SNS のリンクも貼ってます。よかったらフォローしてください。また別の私が見れると思います。今回もご視聴ありがとうございました。